フワンホセソトパチェコはドミニカ共和国サントドミンゴ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のワシントンナショナルズ所属。2015年16歳の時に国際アマチュアフリーエージェントとして交渉が解禁された直後の7月にワシントンナショナルズと150万ドルで契約してプロ入り。2016年に 参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズで、プロデビュー。A-9 オーバーンダブル・デイズに所属し、2球団合計で51試合に出場して打率。368、5本塁打、32打点、5盗塁を記録した。2017年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ナショナルズと A 級、ヘイガーズ・タウン・サンズに所属し、 二球団合計で32試合に出場して打率、351、3本塁打、18打点、1盗塁を記録した。2018年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでは29位、ナショナルズの組織内では2位にランクインした。シーズンでは、開幕時は a 級ポトマックナショナルズ、5月からは AA 級ハリスバーグセネターズに所属していた。 その後、主力の相次ぐ離脱に伴って5月20日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りした。1998年生まれで、初の選手として、同日のロサンゼルスドジャース戦で、メジャーデビュー。翌日のサンディエゴパドレス戦で、初めて先発出場を果たすと、第一打席に初安打にして、初本塁打を放った。 球団史上最年少本塁打となり、MLB でも2012年のブライス・ハーパー以来の10代での本塁打でもある。しかし6月18日のニューヨーク・ヤンキース戦で本塁打を打ち、この試合はサスペンデッドになった5月15日分の試合だったため、記録上の初本塁打はデビュー前の5月15日になるという珍しい事態になった。 5月29日のボルチモアオリオールズ戦では、1989年のケングリフィージュニア以来となる19歳での小石球を受けた。6月13日のヤンキース戦において、史上5番目の若さでマルチ本塁打を放った。7月23日のマイアミマーリンズ戦で1898年のジミー・シェッカード以来、120年ぶりの10代での3試合連続本塁打を、 放った。9月15日のアトランタブレーブス戦では、MLB 史上最年少での1試合3盗塁を記録した。最終的に116試合に出場して打率、292、22本塁打、70打点、オプス、923の成績を残した。最終成績でも MLB における重大選手として、様々な記録を作り、22本塁打は、 ハーパーと並ぶ、史上2番目対3度のマルチ本塁打は、歴代最多79支給及び複数支給16回も歴代最多出塁率406とオプス923は史上最高である。ルーキー・オブ・ザ・マンスに3度選ばれた。ナリーグ新人王投票では、ロナルド・アクニアニニーニャに次ぐ2位だった。シーズン後、 日本で開催された2018日米野球に MLB 選抜チームの一員として参加し日本塁打を放った。WS 優勝パレードでの外2019年5月24日のマーリンズ戦では1点ビハインドの8回裏に逆転3点本塁打で勝利に貢献した。7月13日のフィラデルフィアフィリーズ戦では1点ビハインドの9回。 表にアウトから逆転に乱本塁打で勝利に貢献した。8月24日に史上4人目の20歳以下での通算100長打に到達し、同31日にはナショナルリーグでは63年ぶりとなる20歳以下での30号本塁打を放った。終盤に打率は失速したが、最終成績は150試合の出場で打率28、282.34本塁打。 110打点、オプス、949、また108死球は、リーグ3位の多さだった。ポストシーズンのワイルドカードゲームでは、1から3の8回にし万塁類で逆転にして、決勝点となる敵時打を打った。ロサンゼルスドジャースとのディビジョンシリーズ第5戦では8回表に、同点本塁打を放ち、チームの勝利及びシリーズ突破に貢献した。 ヒューストン・アストロズとのワールドシリーズでは、まず第一戦で校長ゲリット・コールから打った同点となる、ソロ本塁打を含む3安打3打点と爆発。大手をかけられた第6戦では、ジャスティン・バーランダーから勝ち越し本塁打を放った。最終第7戦でも2アン打1死球1打点を記録し、球団史上初のワールドシリーズ制覇に貢献した。自身初のポストシーズンで打率。 277、5本塁打、14打点、オプス927。ポストシーズン5本塁打は21歳以下の歴代最多で、また史上最年少でワールドシリーズ3本塁打を記録した。MVP 投票では9位だった。2020年は新型コロナウイルス感染症流行の影響で60試合の短縮シーズンに。自身も月日のヤンキースとの 開幕試合直前の数時間前に検査で陽性反応が確認され、開幕ロースターから外れた。無症状でその後の検査でもすぐ陰性になり、8月5日から参戦。出だしから好調で、同16日には、プレイヤー・オブ・ザ・ウィークに初選出される。9月上旬に、左肘痛での5試合欠場もあり、出場試合は47試合に、止まったが、調子は維持して打率。 351でフレディ・フリーマンに1分差をつけて首位打者を獲得した。21歳での首位打者はピートライザーを抜いてリーグ最年少記録であり、MLB 全体でも4番目の若さ、ナショナルズ初のことあった。また、出塁率490、長打率695、オプス1.185もリーグトップであり、 これらは2004年のバリーボンズ以降の最高金をマークした。オフにシルバーアスラッガー賞を受賞し、MVP 投票では5位だった。外シャッフルをする外。ありがとうございます。